親子2代で独立リモート、なかなかこれいない。まっすぐ走った5秒台でしょ。ほうほうほう。ベースランニングなんか見事に資格が集めますね。野球こそなんだ。野球こそいいな。弱感がないんです。ほうほうほう。骨の強さってのを感じるね。甲子園学院時代の坂本勇人選手とプレースタイルが重なるんです。ポーチプロ野球チャンネル。はい、長瀬のブルペンキャッチャー、はい、阿部正彦さん、ドラフトの殺人、はい、お招きして、ここまでね、はい、支配下の5人について、はい、それぞれ、診断していただきました、はい。今回は巨人の育成選手の指名について、いろいろ語っていただきます、はい。むしろこっからが僕の真骨頂みたいな。真骨頂だ、はい、寝ないように。はい、さあ、阿部さん。はい、ジャイアンツはね、はい、支配下では1位西舘投手、それから2位から5位は社会人の選手だったんですけども、うん、かなりね、そういうふうな独特の指名だったんですが、はい、育成では、高校生、大学生、うん、独立リーグと、そうですね、様々なね、バラエティに富んだ指名になりました。10代の選手がほとんどですね。そうですね。はい、うん。中でも、阿部さん、一押し、いかがでしょうか。一押し。3位指名の、宇都宮、うん、キサラくんっていう、ね。宇都宮キサラ、アニメの主人公みたいな。本当ですね。名前の、ショートです。はい。俊足のショート。これ宇都宮選手は、うん、お父さんも愛媛の、そう、独立リーガーだったんですね、うん。独立リーグ、四国の独立リーグの草分けの頃のピッチャーをされてた方なんですよね。親子二代で独立リーグと、なかなかこれいない。いないでしょうね。初めてなのかな。という意味ではね、本当にお父さんからしても、はい、独立リーグを経て、うん、ジャイアンツっていうのは、うん、これは嬉しいでしょうね。そうですね。うん、まあ、呆然としてんじゃないですか、ね。さあ、宇都宮選手の、はい、魅力、はい、阿部さん、どんなところですか？足速いことですね。ああ、俊足。まあ、5秒台、まっすぐ走った5秒台でしょ、ね。ほうほうほう。ベースランニングなんか見事に資格が集めますね。ああ、そうですか。距離ロスなく。はい。はい。やっぱこれ一芸に秀でてるっていうのは、これ育成から支配下に上がろうとするときにすごく大事なことですね。いや、もう絶対大事ですね、うん。まず足で使ってもらって、次に守備で使ってもらって、それで打席のチャンスをもらうっていう、はい、そういう順番にどうしてもなってきますね。はい、でね、彼の場合ね、はい、まだ19歳、うん、松山工業高校。松山工業っていうのは、ね、愛媛は野球どころですけども、松山工業っていうのはあんまり聞きませんでしょ。そうですね。おそらくプロ野球の選手も初めてなのかもしれませんけど、商業は名門って言われてますよね。そうですね、うん。まあ工業から、この、非常にこう、競争の激しい愛媛の独立リーグに入って、1年目からレギュラーなんですよ。ほうほうほう。1年目からレギュラーでショートで、1番、2番。はい。で、3割ぐらい打てて。ヒットメーカーですからね。そうなんです。で、しかもフィールディングも非常にこう、そつなくこなして、はい、もう1年目からレギュラーなんですね、はい、でね、彼はね、野球こそなんだ。野球こそいいな。もんな頃からもう壁当て大好き、はあ、壁当て大好きで、もう家に帰ってこないらしいですよ。いいですね。呼んでもね、帰ってこない。無視して壁当てやって、いつまでも壁当てやって、枕なるまで壁当てやってるような木更君だったっ。ああ、本当ですか。そうなんですね、うん。だからね、なんていうのかな、試合で見ててもね、高卒1年目でも、物おじしない。ああ、そうですか。大学出て2年も3年も4年も、独立リーグで、四国で投げてるようなピッチャー相手にしても、全然物おじしない。うん、ですよね、自分のペースでタイムは取るし、はい、うん、自分のペースでもうセーフティーも入れてピッチャー揺さぶるっていう、うん、そういう非常に高度な野球ができてる選手ですよ。楽しみですね、はい、じゃあまずはこのスピードちょっと体感してみたいと思います、はい、うん、はい。さあ、阿部さん、続いてショート2人、あと2人、村山源選手、はい、金谷中央高校ですね。はい。もう一人、日大藤沢の田上優也、うん、はい、選手ですね。この二人取ってるから、うん、はい、この辺の話をすると、はい、まず2位で指名した村山源選手っていうのは、はい、さっきの木更君ってよく似てるタイプなんです。うん、今の非常にこうたくましい体格の選手が多い中で、はい、スリムっていうか、うん、まあ、痩せっぽち。はい。そうですね。178センチ、63キロですからね。かなりですね。60キロあるかないかぐらいなんですが、はい。だけどね、なんて言ったらいいかな。弱感がないんですよ。ほうほう。骨の強さっていうのを感じるね。うん。っていうのが、非常にスピードのあるフィールディングをする中で、メリハリが効いてるんですよ。はい。
パーンと止まるところをパーンと止まれる、うん、投げるときはピチッと投げられる、うん、そういうこうメリハリの効いたフィールディングができるということで、はい、細いから体の弱さ、ひ弱さがプレーに出る選手じゃない、うん、むしろその逆にバネの強さで、はい、その走る、追う、うん、投げる、うん、打てるっていう、そういう選手ですね。はい、はあ。というところではね、本当に、やっぱりあれですよね、足も速いですよね。速いですよ。うん、はい。5秒台、50メートル5秒台っていうふうなね、ことも聞いてます。あ、そうなんですか。うん、まあ、彼の場合は、そのスピードをフィールディングに生かしてるっていうのが、一番の、特徴じゃないかと思うんですね。はい。で、同じショートで、4位で指名された田上優也君というのは、はい、今2人出てきたショートとは対照的に、うん、まあ、大型ショートっていうのかな。そうですね。まあ、あんまり坂本勇人選手を引き合い出すのは警察にしちゃいけないとは思うんだけ ど、 けどもただ高校時代の、うん、厚生学院時代の坂本勇人選手と、はい、シルエットっていうんですかね、うん、身のこなし、うん、プレスタイルが重なるんですよ、この田上君で。かなり ロングも打てるイメージがありますよね。そうですね。パンチ力も。はい。まあ、ライナー性の長打力っていうんでしょうかね、うん。ちょっとバッティングの勉強だと思うんですよ、はい。こっちがちょっと早く出たがるようなところがあるので、うん、いい打球が切れてファルになっちゃうってもったいないところがあるんですよね。カカオ、ボールのこう内側を叩く意識っていうのかな、はい、センターから右中間の意識で、うん、スイングをクリーニングしてもらえれば、はい、イメージ的、シルエット的には、坂本勇人選手には、うん、あるんですけどね。結構夏の神奈川大会もスカウトさん見に行ってましたからね。うん、そうですよ。もう1年の秋から、うん、はい、名前だけは有名な選手で、うんうん、ただね、僕、もし彼がそのプロの目にかなうバッティング持ってたら、はい、上位来てたと思いますね。支配下の上位、うんうん、今年高校生のショートも非常に少ない年だったので。そうですね、横山選手、うん、ね、上田西、あるいは、はい、熊本桃崎君 ね、そうですね、はい、いうこと、いう年でしたのでね、うん、3位、4位で来てもおかしくない素質を持った選手ですね。と、はい、いうと、やっぱりここから本当、下克上じゃないですけども、うん、はい、必死にジャイアンツ球場で、ね、うん、汗にまみれて、チャンスを掴んでほしいなと思います。はい。はい、国際セブンズってね。はい。やっぱり左ピッチャーしか投げられないのか、こうクロスファイヤーが投げられる、うん、そういう意味ではこの高校生なんですが、ピッチングっていう総合力を必要とされる作業が、うん、できるピッチャー